ちょっとかなこさん、あなたどういうつもりなの？え？何のことですか？とぼけないで。今日の親族の食事会でのことよ。おばさまと私、三人で話してた時に、かなこさんが言ってたじゃない。私が実家の帰省中だってね。どうしてあんな嘘をついたのよ。だってお姉さん、本当のことじゃないですか。いい歳して実家に住んでて、さらに未婚でニートなんですから。翔太のお姉さんだから我慢してましたが、愚痴の一つや二つは言いたくなります。確かに私は未婚だけど、仕事は在宅でしてるわよ。近いうちに新しい家に引っ越す予定だし、事情は何度も話したと思うんだけど。あんな話信じられるわけないでしょ？まさか部屋でちまちまと工作してるのが仕事だと言い張るんですか？ハンドメイドも立派な仕事よ。知りませんよ。とにかくあなたの面倒を見るなんてごめんです。早く自立してくださいね。かなこさん、さすがに人としてどうかと思うわよ。今度は何ですか？なんで私の部屋にかなこさんの私物があるのよ。そもそも私の荷物はどこにあったの？一つも見当たらないんだけど。あ、邪魔だったんで全部捨てました。なんで人のものを勝手に捨てるの？信じられない。いつまでも引っ越さないお姉さんが悪いじゃないですか。私たちが来た後も住み続けるつもりですか？あのね、仕事の関係で引っ越す予定日がずれたって言ったよね。だからまだ荷物は実家に置いておくって、かなこさんにも伝えたわよ。出た言い訳。荷物を置いたって聞きましたけど、捨てちゃいけないだなんて聞いてないですし。とんだへりくつね。ですから、私からちゃんと言わないとダメですか？お姉さん、40過ぎて未婚で実家いるとかキモ。私たちが引っ越してきたんだし、出て行ってください。お母さんの面倒も私が見ますから。もうお姉さんの居場所なんてないです。諦めてくださいね。論点がずれてるんだけど。まあ私は家買ったし出て行くよ。言われなくてもね。見え張っちゃって。引きこもりに新築とか無理無理。話が全く通じないわね。最後に私の荷物をどこに捨てたのか言って。知らないですよ。ゴミ捨て場じゃないですか？いや、明日は資源物の回収日でしょ。そんなのどうでもいいですよ。本当に会話にならないわね。姉さん、本当にごめん。翔太、あんたの嫁やばくない？大丈夫なの？あの人、私の仕事道具や、作ったものまで処分したみたいなんだけど、特に仕事に関わるものがどこに捨てられたのかわからないのよ。俺もかなこに問い詰めたんだけど、知らないの一点張りで、母さんに捨ててもいいって言われたから捨てたとか主張してて、反省の色もないんだ。母さんが認知症なのをいいことに、言い逃れする気ね。最低。全部弁償するよ。かなこにも言い聞かせる。本当にごめん。あんたが謝ったって何の解決にもならないわよ。でもあの嫁に母さんを任せるのは不安すぎる。正直、今回の件は俺も驚いてて、自信なくなってきたかも。そう。もういいよ。やっぱり母さんの面倒は私が見るわ。引っ越し先に母さんの荷物を送るから、まとめておいてくれる？ちょっと待ってよ。それじゃあ話が違う。はあ？こんな状況で何を言うのよ。そもそもあんたはなんであの嫁の本性に気づかなかったの？今までいいように騙されてたってことでしょ？それは、ごめん姉さん。かなこはさ、友達のつてで知り合った霊嬢なんだけどさ、ちょっと我が強くて、融通が効かないところもあるんだ。でも話し上手でムードメーカーだったから、個性だと思ってた。それで、何が言いたいの？ごめん、今のは言い訳だったね。何度も謝らないで。過ぎたことを言っても仕方がないわ。うん。でも母さんのことはちょっと待ってほしい。だって俺が実家に帰ってきたのは、母さんと一緒に住むためなんだから。まあ、そういう話だったわね。今まで姉さんに実家のことを任せてたから、今度は俺の番だと思っていたのに。これじゃあ本末転倒じゃないか。あんたね、昔から気を使いすぎるなって言ってるでしょ。いつもそうやって空回りしてるじゃない。抜けてるんだから。それは、何も言い返せない。でも、姉さんはいつも我慢してばかりだったから、力になりたかった。かなこがやったことは本当に許せない。責任はちゃんと取ってもらう。
それに関しては私も概ね同意だわ。お姉さん、あれから調子はどうですか？ボロアパートで貧乏暮らし楽しんでますか？新居はなかなか快適よ。引っ越し作業が終わったらルームツアーの動画でも送ってあげる。結構です。貧乏アパートを見る趣味ありませんので。まだ私が嘘を言ってるって思ってるのね。そもそもなんでそこまで人をバカにできるのかな。私、あなたに何かしたっけ？邪魔だからに決まってるじゃないですか。自分がどれだけ周囲に迷惑をかけてるか自覚ないんですか？無意識って怖い。なら人のことをとやかく言うより自分のことを心配した方がいいよ。はあ？なんでそうなるんですか？さあ、そろそろあなたのご両親から連絡が来るんじゃない？ちょっと、どういうことよ！え？何のこと？とぼけないで！あんたのせいで両親から絶縁されたのよ！何を吹き込んだのよ！あらよかった。娘の愚行で目が覚めたみたいね。会社に大打撃があったって、なんでパパとあんたにつながりがあるのよ！詳しく事情を知らないのね。なんでって、私も社長だからよ。はあ？私の会社とあなたのお父さんの会社、提携を結んでたの。いや、意味わかんないんだけど。前から私はハンドメイド作家だって言ってなかったかな？そんなの、ニートの言い訳でしょ。嘘じゃないわよ。私はハンドメイド、クラフト作品を取り扱う会社を経営してるの。作家兼社長みたいなものかしら。あの部屋にあった作品ね、提携先の企業とコラボで作った商品なの。コラボ？あなたの父親が会社の宣伝目的で依頼してきたの。自社商品をモチーフにしたハンドメイド作品が欲しいって。何それ、信じられないんだけど。限定販売予定だったアクセサリーなんだけど。あれれ、おかしいぞ。まだ販売してないのにフリマアプリで大量に売られているの。一体どこで仕入れたのかな。まさか盗んだ？私を疑ってるの？バカバカしい。だって元私の部屋、今のかなこさんの部屋にいっぱいあるじゃない。梱包し直した商品、梱包材、コンビニで発送した控え、全部一箇所にまとめて置いているなんて、見つけてくださいって言ってるものじゃない。私の部屋を勝手に探ったの？最低ね。あなたがそれを言う？とにかくこれであなたの父親の会社は信頼がガクッと下がっちゃったの。元社員かつ実の娘のせいで、かわいそうに。そんなの知らなかったし仕方ないじゃない。ただ捨てるよりちょっとでもお金になればいいなって思っただけよ。どっちにしろ取ったものを売ったんでしょ？窃盗罪に該当するわ。うるさい、そこまで言うならどうにかしてよ。知らないわよ。自分でどうにかしたら？ねえ、ねえ、返事をしてよ。何？まだ家に着くまで時間がかかるんだけど。それより一大事なのよ。お姉さんのせいで両親に感動されたの。お姉さんは誤解をしてるのよ。私はちょっと魔が差しちゃっただけで。それなのにパパの会社との取引停止だなんてあんまりだわ。仕方ないんじゃないかな。かなこが売って稼いだ金は全部かなこ名義の口座に振り込まれてるし、全て事実じゃないか。お姉さんのことを誤解してたのは事実だわ。本当は仲良くしたかったのよ。でも無職のままじゃお姉さんのためにもならないと思って心を鬼にして接していたの。むしろいいことをしたのよ。いいことだとは思えないんだけど。あくまでも悪気はなかったというのか？当たり前じゃない。翔太まで私を疑うつもりなの？そうか、わかった。かなこ、俺の部屋の机に確認してほしい書類があるんだけど、今確認してもらえるか？何よこんな時に。はぁ、翔太、今どこにいるの？今？まだ外だけど、机の上の書類見てくれた？突然どうして？自覚がないとは言わせないぞ。かなこが書き次第提出するつもりだから。やめてよ。あの女にそそのかされたの？あいつ本当にどうかしてるわ。じゃあさ、言わせてもらうけどさ、お前
姉さんの作品だけじゃなくて母さんの私物も売ってたみたいだな。え？母さんが持ってたブランド品がフリマアプリで販売されてたぞ。普通同じアカウントで売り出すか？そんなの言いがかりじゃない。まあこの件は後で詳しく調べるとして、じゃあこれは何だ？週に何回も同じ男に会ってるみたいだな。それも昼に。昼間は母さんの介護をしてくれてるって聞いたんだけど、おかしいな。約束を守らないどころか不倫までしてたのか。誤解よ。用があって友達に会ってたのよ。へえ。依頼した探偵からいろいろ写真をもらってるんだけど、もっと見るか？それは悪いけど、お前とはもう一緒にいられない。離婚しよう。家から出て行ってくれ。ちょっと待って、私の言い分を聞いてもいいじゃない。慣れない環境で心細くなっちゃったのよ。もう二度としないわ。本当に？しないって。ちゃんと介護もするから。私の一番は翔太よ。私を信じてよ。そうか。じゃあ今回の件は姉さんが許すなら考えるよ。いいの？約束よ。お姉さん、私が間違っていました。急にどうしたのよ。翔太に離婚を言い渡されたの？そうなんです。今回の件で仲違いをしてしまって。仲違いね。私が悪かったことは分かっています。でも離婚だなんてあまりにもひどいと思いませんか？私たち家族じゃないですか。助けてくださいよ。それで？それでって？それで謝罪のつもりなの？こんな画面上のやりとりじゃ全然伝わらないんだけど。何よそれ、偉そうに。じゃあ今からお姉さんの家に謝りに行けばいいですか？別に来なくていいよ。あなたのことはよくわかったから。いやいや、今から向かいますから。それで謝ったら許してくださいね。当然家族なんですから邪険になんてしませんよね。もうすぐお姉さんの家に着くから。翔太はどこにいるの？まさか遊んでるの？今帰宅したところだよ。母さんも心配だしね。ねえ、ちゃんと離婚を取り消してもらえるのよね？じゃないと謝罪なんて本当はしたくないし。なんだよそれ。そういえば書類はちゃんと記入した？したわよ。証拠の写真も送ったでしょ。書かないとお姉さんの住所を教えないって言うんだからさ。かな子のことが信用できないからな。何よ、全部私が悪いとでも言いたいの？そうだな。確かに今回の件は俺が悪かったと思ってる。は？どういうこと？かな子は俺の父親の話は知ってるよな。ええ、一昨年に亡くなったんでしょ？ああ、10年前に父親の癌が見つかってさ。それから亡くなるまで姉さんがずっと介護をしていた。そりゃ家にずっといるんだから当たり前でしょ？逆だよ。当時俺は転勤で遠くにいたから全然手伝えなくて、結果姉さんに実家に残る選択をさせてしまったんだ。ふーん。だから姉さんを安心させたかった。母さんや俺への心配を抱えずに自分の道を歩んでほしかった。これ結婚前にも話して了承を得たと思うんだけど、本当に覚えてる？ええ、当然じゃない。あなたのそんな優しいところに惹かれたのよ。じゃあ分かった上で姉さんにひどいことを言ってたのか。今まで騙された俺は本当にバカだ。ねえ翔太、返事をしてよ。何？いくらインターホンを押しても出てこないの。それに何この家、本当にお姉さんの家なの？豪邸みたいだよな。俺も見た時はびっくりした。そんなことよりお姉さんが全然出てきてくれないの、どういうことよ？姉さんが言ってたんだ。来るとは聞いたけど会うとは言ってないって。そんなのへりくつじゃない。謝罪を聞く気がないってこと？最低、あの女は性根が腐ってるわ。はあ？ふざけるな。これ以上姉さんを侮辱するなよ。そもそも何度も話したのに都合よく解釈したのはお前だろ。俺を騙したことも腹が立つけど、何よりも姉さんを馬鹿にしたことが許せない。分かったわよ。感情的になってうっかり口が滑っただけ。あまり怒らないでよ。口が滑った？そんな言い訳が通じると思うのか。
まあ姉さんは絶対にお前を許す気がないことは分かったよ。え、それじゃあ。離婚届は確認したよ。これは提出しておく。ちょっと待って、こんなのあんまりだわ。今までのことは謝るから。もう遅い。お前を信じることはできない。不倫をした慰謝料はちゃんと請求させてもらうから。そんな、私を見捨てないでよ。すごく反省してるから、愛し合った仲じゃない。俺はもう愛していない。きっちり払ってくれ。あと姉さんは窃盗罪でお前を訴えると思うから。それとは別に損害賠償も請求するはずだ。姉さんの会社のこともあるしね。え、まさか会社からも請求するの？姉さんの作品はかなり人気で高値で取引されてるから、被害額はかな子が想像してるより大きいんだよ。訴える準備はしているらしいし、後で会社を通して正式に話が来るんじゃないかな。それじゃあ私はいくら払うことになるの？細かくは知らないけど1000万は超えるんじゃないか。無理に決まってるじゃない。どこからお金を出せっていうのよ。頼れる人はいないし。ああ、ご両親の援助は受けられないんだっけ？なら自分で働くしかないな。そんなの嫌。もし前科がついたら就職先なんて見つかるわけないじゃない。どうしてこんなことに。自業自得だろ。本当にごめんなさい。私が全部悪かったから、どうか許して。このままじゃ私もう普通の生活を送れない。俺から伝えることは一通り伝えたから、今後は弁護士を通して話し合おう。それじゃ。翔太、待ってよ。ねえ、ごめんなさいって、ねえ。姉さん、かな子とは離婚したよ。慰謝料の請求は弁護士と相談しながら進めるつもり。ほんと、あんな女に引っかかるなんてバカね。次同じようなことをしたら絶対に許さないわよ。うん、本当にごめん。それにしても、なんでそんなに焦ってたのよ。私っていつも無理しているように見えるの？だって姉さん、本当は自分の店を開きたいって言ってたじゃないか。でも、介護があったから在宅で働くしかなくなって、俺は姉さんの夢を奪ったんだって思ってた。じゃあ、なおさら私に相談しなさいよ。確かに私は自営業で店を開きたい気持ちはあったわ。でも、それと同じくらい起業したいと思ってたの。今の仕事は私が望んでやってるのよ。そうだったんだ。じゃあ俺、勝手に勘違いしてたんだね。でもそれはお互い様よね。私の本心も話してなかったんだし、そのせいで翔太が悩むことになったんだから。だから、心配させてごめん。ううん、姉さんはちっとも悪くないよ。それでさ、今後のことだけど、母さんの介護については、やっぱり俺に任せてくれないかな。え？でも昼間はどうするのよ。ヘルパーやデイサービスを利用することを考えてる。姉さんはいい人を見つけたんだから、俺たちのことは心配しないで。せめてもの罪滅ぼしをさせてほしいんだ。そう。本当にお人よしなんだから、あんたは。でも、気持ちは嬉しいわ。ありがとう、翔太。翔太の元嫁、かな子さんは多額の借金を背負うことに、誰にも頼ることができず、貧しい思いをしているそうです。最近は闇金に手を出した、とか聞きましたが、果たしてどうなったんでしょうね。翔太は今も実家で母と仲良く暮らしています。休日もずっと一緒にいるようで、意外と面倒見がいいのだと驚きました。いつか翔太にもいい人が見つかってほしいですね。私は彼氏と結婚し、新居で楽しく暮らしています。今が一番幸せかもしれません。